はい、皆さんこんにちは、ワナエルギビシです。では今回はハーツオブアイアホーカイザーライヒ日本軍プレイ続けていきたいと思います。カイザーライヒは第一次大戦でドイツが勝ったという仮想のシナリオのもとに進むモードになっています。前回までにですね、日中戦争、これに勝利して、中国の主要な都市、主要な資源地帯、主要な軍港、これを抑えることができました。ご覧のような状態ですね。資源を見てもですね、まだまだ占領した直後ということもあって資源の回収度は低いですけども、この後ですね、どんどん資源が舞い込んでくるというような拠点を制圧しているというところです。で、今後なんですけども、ヨーロッパの方の対戦見ておくとですね、ドイツがだいぶ小さくなってます。ベルリン陥落も時間の問題というところもあって、この後はですね、アジアにあるドイツの植民地、これを解放していきたいと思います。具体的にはドイツ領東アジアなんですけども、ラオスやベトナム、このあたりですね。あとはマレーシア、シンガポールなんかもドイツが持っています。このあたりをすべて解放して、さらに太平洋の各諸島ですね、これもドイツから奪い取ろうという作戦を考えていきたいと思います。それに伴って軍、各種再編を行っていますので、簡単にご紹介していきましょう。まず陸軍なんですけども、第1アジア軍、第2アジア軍、第3アジア軍、第4アジア軍ということで、主にドイツの植民地を解放していく、代わりに日本が占領していくという任務を帯びてもらう、この大ホニャララアジア軍の部隊ですね。で、それに強力な海兵、これはこの後強襲上陸なんかをね、うまく使って太平洋戦いで活躍してもらいたいと思っています。さらに騎兵隊ですね、これは大陸で主に活躍してもらいたいというふうに思って編成してあります。さらに敵弾装甲兵ですね、これは戦車の師団になっています。さらに遊撃軍を2つほど置いているという編成です。続いて、いよいよ活躍の場が出てくるであろう海軍なんですけども、ちょっと増強が遅れているというところもあって、第一次大戦当時の船も残ってしまっているという状況なんですけども、まずは第一連合艦隊、ここには山本五十六海軍の長官を当てています。第一航空戦隊、第二航空戦隊、それに第一水雷戦隊からなる艦隊に仕上げてあります。空母、第一航空戦隊、第二航空戦隊、それぞれ3隻ずつ配備してあります。続いて第二連合艦隊、ここも第一航空戦隊と第二航空戦隊、それに第一水雷戦隊で編成をしてあります。空母の数は全部で3つですね。そして第三連合艦隊です。こちらは空母が2隻しかないので、第一航空戦隊と名付けてあるものの、まだ空母は入っていません。ただこの先空母建造終わったらですね、この井上さんの第三連合艦隊、第一航空戦隊に空母を配備していきたいと思っています。その他は潜水艦隊で編成してあります。続いて空軍なんですけども、空軍は主に大ホニャララアジア軍のところに近接航空支援機を100機ずつ投入するという、だいぶ贅沢な編成にしてあります。あとは敵弾装甲兵のところにも、ここは近接航空支援機を100機配備してあります。さらにこの後戦闘機なんかもね、配備していけたらいいかなというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。まずは陸軍の装備が完全に整うのを待ってから攻撃に出たいので、今ちょっと装備品が行き届いていないところですね。これに装備品が行き届くのを確認してからドイツに宣戦布告していきます。はい、ベルリン陥落のニュースが入ってきています。いよいよドイツに対して参戦する後期がですね、迫ってきているのかなという感じはしますね。テーク協定の崩壊ということで、
一つの時代が終わったというところでしょうか。断地比条約締結されています。ではちょっとヨーロッパの状況を見ておきましょうか。あ、ドイツが完全に消滅してますね、これ見るとね。代わりにフランスが強大化しているので、まあ、このフランスをどう扱うか、まあ、注目すべき点になりそうですね。アメリカの方は支援していたアメリカ連合国が大ブレスになっているので、アメリカ西岸国への乗り換えというのも考えていった方がいい時期に差し掛かっているのかなというふうには感じています。ヨーロッパの、まあ、戦争が終結したのに伴ってですね、だいぶ情勢変わっています。まずベトナムが独立してますね。そしてベトナムはモスクワ合意陣営ということで、まあ、ロシア陣営に入っているというのが分かりますね。こうなってくると安易にここに手出しができなくなってしまいましたね。日中戦争で少し時間を食ってしまったのが完全にマイナス方面出ましたね。陣営マップ確認しておきましょう。その他シンガポールやマレーシア、インドネシアの一部なんかもすべて、ロシア陣営あるいはフランス陣営に入っているということで、ここに対しての宣戦布告を、ま、するべきなのか、それとも待つべきなのかっていうね、考えを整理していくためにも陣営マップ確認します。まず第3インターナショナルですが、ここにはフランス、そしてイギリスが入っています。まあ、かなり強そうですね。そしてロシアのモスクワ合意。これも、まあ、強そうというか、かなり強力ですね。どうなんだろうな。ロシアと開戦するのがいいのかどうかっていうところだと思うんですけど、現状、法典政府が、まあ、モスクワとの間、まあ、ロシアとの間に入ってくれている状態ではあるので、まあ、ここ宣戦布告して、当初の予定通り、ベトナム、ラオス、そしてシンガポールを取るという手はありですよね。資源マップ見ておくとですね、フランス陣営に入っているこのサラワクなんですけど、ここに石油が15取れるの欲しかったんですよね。あとはマレーシア取るともうゴムを心配する必要がなくなりそうです。まあ、資源を確保するという意味ではどうしてもやっぱり侵入したいところではありますよね。ただ悪いことばかりではなくてですね、上海がどうせず手に入っています。上海ですね。国際都市の上海。ロシアと開戦するかどうか、もうちょっと見定めてから判断しましょう。はい。では、検討に検討を重ねた結果なんですが、今、まず法典政府がしっかりとロシアとの間にいてくれる。それにこのトランスアムールもロシアと戦争中というのもありますので、思い切ってベトナム、ラオス、この2つ取りたいと思います。戦線を布告していきましょう。その準備に入ります。60日後に対戦できますね。それと同時にですね、フランス、こことは一旦関係の改善を行います。今までドイツに味方している感がありましたけどね。そしてアメリカ連合国、ここから見切りをつけてアメリカ西岸国へと乗り換えます。関係の改善を行いましょう。開戦と同時に攻め込んでいきます。ハワイですね。ハワイはまだアメリカから独立している状態なんですけども、そのハワイが軽巡洋艦を買いたいと言ってきてますね。まあ、今やフランスが太平洋を支配している中、ハワイを取るというのは、まあ、なかなか現実的じゃないところになってきているので、まあ、一旦この申し出には答えましょう。まあ、艦隊もドイツ軍と激戦を繰り広げる予定だったんですけども、現状そういう予定もなくなってしまいましたからね。
再び陸軍へと傾倒していきたいと思います。ではまずはベトナム、これはモスクワ側、つまりロシア側の陣営ですが、戦線を布告します。一気にベトナム、ラオス、マレーシア、この辺りを占領していきたいところですよね。まずは参戦している国確認していきましょう。まあ、どこが敵対国として参戦してくるのかというところですね。今確認できているだけでこれだけ敵対してきていますね。まあ、近くで言うとマレーシア、ベトナム、この辺りかな、敵対してきているのは。では早速部隊を侵入させていきましょう。ベトナムとラオスに侵入していきます。ベトナムの首都はフエ、ちょっとあんまり勉強不足で知らないところですね。ホーチミンとかで、あとまあ、ラオスで言うとビエンチャンなんかが首都ですよね。それと同時にマレーシア、クアラルンプールにも、部隊ですね、第3アジア軍を強襲上陸予定です。ここには活躍の場があまりなくなってきてしまっている海軍の中から第一連合艦隊、山本五十六さんの長官がいる艦隊ですね、これを派遣して周辺の制海権確保をしてもらっています。まあ、時間が来れば強襲上陸してクアラルンプール、マレーシアが取れるかなというところですね。ベトナム、ラオス、そしてマレーシア、まあ、一部になりますけども、これらが取れればゴムに関してはもう心配がなくなりますね。部隊侵入していっています。まず歩兵の手段ですが、少し近代化してあります。といっても近代化しているのはロケット砲兵を入れたぐらいですね。まあ、ただロケット砲兵入れたことによって移動速度は遅くなったと思うんですけども、火力自体の底上げはできていると思いますので、まあ、生産能力、まだまだロケット砲少ないですけども、生産能力上げてですね、ロケット砲兵の配備を進めていきましょう。でロケット砲兵の配備が進んだら、最終的には軽戦車を前に並べて装甲化したいと思います。まあ、ちょっとおかしな動きも出てまして、タイ、まあこの中でいうシャムですけども、シャムがビルマに宣戦布告してます。まあ、ビルマもタイも今親善を行って仲良くしている国なんで、その仲良くしている国同士が戦争をしてしまうというのはあんまりポジティブな内容ではないですね。まあ、ただそこに介入している余裕は全くないので、まずここはベトナム、ラオス、マレーシアの一部、これの割譲を狙って、集中していきます。で続いて海兵隊ですが、海兵隊がシンガポール、ここに上陸してくれています。このままクアラルンプールも含めて占領しちゃいましょう。これでマレーシアを脱落させることができるかなと思いますね。まあ、本丸となるロシアとの戦いというのはまだまだこの先になると思うので、それまでの間にですね、アジアにおけるロシアの影響力というものを極力排除しておきたいですよね。現在はベトナム、ラオス、マレーシア、この3カ国に対して同時に攻撃中です。という中、まずはマレーシアが早速脱落してます。マレーシアにはそうだな、第二遊撃軍を置いておきましょう。で主力となってもらう海兵隊は引き上げます。いや、むしろ海兵隊は海兵隊でどうでしょう。これせっかくなんで、まあ、連続した作戦にはなりますけども、サイゴンあたりに一気に強襲上陸かけましょう。いや、海兵隊は本当に強いですね。まあ、ロシアとの戦争という形で当初想定していたドイツとの戦いではなくなりましたけどね。ロシアを下すチャンスが来るのを待ちましょうか。で続いて生産の状況ですね。簡単にご報告しておきたいと思います。ランサン、つまり
今でいうラオスですね。ここが降伏してますね。今、軽戦車を並べるような師団の編成に変えたので、軽戦車が圧倒的に足りなくなってます。その代わり支援装備なんかは少し余裕が出てきて備蓄もできているので、この分を軽戦車の生産に回しましょう。師団の編成どうなってるかというと、主力の歩兵の編成なんですが、ご覧のような形でですね、走行化するために、軽戦車を前に並べることにしました。なので、軽戦車がいて、ロケット砲兵がいて、その後ろに歩兵が並んでいるという形ですね。これ、装備品、特に戦車が行き届けばかなり強い手段の編成になると思うんですけども、現状では、どうでしょうね。まだ歩兵の数が足りていないのかなというのは感じています。続いてアメリカのイベントです。内戦終結する気配ありそうです。連合国の崩壊ということで、連合国というのは初め僕が日本が支援していたアメリカ連合国ですね。これがご覧のような形でかなり追い込まれてきているというところだと思います。今は西海岸国、西岸国の方に乗り換えを行っているところなので、西岸国のことこのまま強調していきたいと思います。さあ、日本が誇る海兵隊がサイゴンへと強襲上陸開始しています。これでサイゴン取れば、もうベトナムの降伏も時間の問題かなと思いますね。ヨーロッパの方は依然戦争が続いています。リスボンが陥落ということですね。せっかくなのでちょっとヨーロッパの状況を確認しておきましょうか。ロシアと戦争が起こっているという状況だと思うんですけども、陣営マップに切り替えます。こんな感じですね。第3インターナショナル、前線してるな。ロシアが前にヨーロッパ側に進んでいるという感じは今のところしませんね。ただトランスアムールがこのまま行くとおそらく消滅するかもしれない。それに備えてというわけじゃないんですけども、敵弾装甲兵を国境沿いに配備しておきましょう。手遅れになると厄介ですからね。はい、海兵隊が最後に強襲上陸したところで降伏してきました。これでここにロシア軍いますけど、このロシア軍を壊滅させれば終わりですね。というところで、では今回はここまでにさせていただいてですね、ロシアとの戦争が本格化してきたところありますので、ロシアとの戦争に備えた準備というものをしておきたいかなというふうに思います。